気持ちいいですねこれ。やばいよ。お願いします。Vディグ。いやそれビーズ。非常にこう絡みづらいんですけど。バレーボールディグ V ディグ。まずは今週の V リーグダイジェストから。混戦模様の V リーグ、10年ぶりの秋田でのアウェー戦を迎えたパナソニックは序盤から清水のスパイクや深津のレシーブなどで2セットを奪います。しかし柳田を中心とした相手の勢いを止められず最終セットへ。大竹のスパイク、山口のブロックでリードし、最後はクビアク。パナソニックが粘る J テクトを振り切りました。どんな接戦になっても自分たちのプレーに集中しよう、声をかけていたので、それが最後の方うまくいったんじゃないかなと。序盤から大量リードを奪ったサントリーは大谷のブロック、新井のバックアタックでセットを連取。途中 JT 広島の新戦力にチャンスを与える場面もありましたが、最後はムセルスキー。価値ある2連勝となりました。1試合1試合成長するという目的を持ってリーグに臨んでいるので、これからどんどん強くなるサンバーズを楽しみにしていただけたらと思います。今週末は両チームともにホームゲーム、ぜひ会場でご覧ください。続いて第2試合は中村選手対高橋選手です。さあ、お二人の対戦ということになりますけれども、お二人も、以前から実は知っていたという、はい、超新社合宿っていう近畿の、合宿があるんですけど。超新社合宿ですか。はい、身長が高い人が集められる合宿なんです、はい、あ、それはただ単にこう街中にいる高い人ってわけじゃないですよね。バレーをやってるんです。バレーをやってる人。そう、何センチ以上とかってあるんですか。180はもうないと思います。あ、そうですか、はい、お互いの印象というのはどうですか。高橋選手は守備もできてアタックも上手い選手なんで、大学の時も何回もブロックアウト出されまくってたんで。あ、そうですか。はい、学生時代からもう対戦があると、はい、すごいもうオールマイティな選手だと思います。俊介さんはセッターですけど、まあ、スパイクもレシーブもサーブも強くて何でもできるなっていう、もうオールラウンドプレーヤーという感じでしょうかね。さあ、それではこれから戦っていくわけなんですが、パナソニック今村選手が、中村選手のアバターを作ってくださったということで、こちらでございます。なにわのシュンス、はいはい、ということで今村選手、ポイントは、大阪出身平方なので、はい、なにわを入れようと思って、で僕はシュンスケのことをシュンスって呼んでるんで、あ、そのままシュンスで。ケは言わないんですね。ケまで言わないです。シュンス、シュンス、シュンス。そうなんですね。はい、いや、これもでもね、髪型含めてなんとなくこう雰囲気も、あ、もう笑ったらこの顔になります。似てらっしゃいますよね。さあ、そして対するサントリーなんですけれども、柏田選手が高橋選手のアバターを作りました。はい、こちらでございます。はい。はい。はい、ルイボスティ。はい。これはですね、あのチームの小川選手がなんかよくルイのことをルイボスティールイボスティって呼んでるんですよ、よく。そこからちょっと持ってきました。あ、はい、なんか小川選手だけですか。いや、なんか結構そこからなんかみんなそうやって呼ぶようになったりとか。そうなんですね。ルイボスティ、そのニックネームいかがですか。いや、まあ、ただルイだからルイボスティってだけなんですけど。なるほど。まあ、自分ちょっとあの歯が、はい、スキッパなんですよ。あ、そうですか。はい、ちょっと間空いてて、それはなんかすごいいじられて、で、あとクォーターでちょっとアメリカの地位とか入ってるんで、はい、なんかスキッパージョーンズとか言われてるんですか。いろんなあだ名があるんですね。はい、改めて自信のほどは。最初は自信あったんですけど、全然なくなりました。さっきの試合で。なんで。そうですか。レベル高すぎて。ハードル上がりましたね。いや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 、ハードル上がりすぎ。でも、まあ、経験はあるということです。一応、はい、ゲームはそうです。高橋選手は自信はいかがですか。自信はないですね。ゲーム全然やんないんで、はい、ないんですけど、まあ、さっきちょっとやった感じは、まあ、ちょっとはできたんで、さっき以上の試合をできればなと思ってます。はい、では第2試合に参ります。なにわのシュンス対ルイボスティ、試合開始です。素晴らしい跳躍力、
こっちも5ポイント先取となります。今試合が始まりました。なにわのシュンスのサーブで始まりました。まず最初のポイントどちらが取るのか。なんでまずはウイボスティーで決めていきました。正面やがウイボスティーのスパイクが決まっています。はいはい、早めに振る。よし、ちょっと遅い。さあ、いいトス上がった。そう、こっち、なんで早い、決まりました。こっち振ってるけど、なにわのシュンス早い、振るの。なにわのシュンス早めに振る、早めに振る、早とちにしてる。結構球浮くから。1対1の同点です。ブロック、よく上げた。リバウンドよく上げました。いけ、トストストス、ここも上げていく。頼む、マジ決めろ。お前ナイスナイス、おい落ち着け、上げた、いける、ストレート決めるか。落ちろ、ナイス、ギリギリいっぱい入りました。あ、いやいや、行ってください、行ってください、行っちゃいます。はい、さあ早め、2対1。あれ、決めろ、あれ、お、よく上げた。マジでブロックむずい。どうか、スパイク、オッケー、上げた。よし、掴んだ。ラインに、こっちラインにいっとけ。あー、なんで。よし、よし、今のスパイ、いやー、ここまで接戦ですけれども、いや、今、ね、素晴らしいスパイ決まりました。今いかがですか。自分が打ってるほど逆に全部いってます。自分が打ってるところ逆にいってない方と逆に全部いってます。そうですか、はい、お前ちょっと気持ちが前行きすぎて、なんかタイミングが全然早くなった。もうちょっと落ち着くそうですか。実際のゲームでもあったりするんですか、やっぱり気持ちがこう前に行きすぎたりっていうのは。いや、ありますね。ありますか。あります、あります。ということはそこは冷静さをどう保てるか。だいぶなにわのシュンスさん、声がかなりでかい感じがしますけれども。結構熱くなると声出ちゃうんですよね。ごめんなさい。実際のゲームでもやっぱりゲームでも、はい、声めっちゃ出ちゃいます。そうですか。いや、でもそれいいことですね。いいことです。試合で出るっていうことは、体育館の中いくら出してもいいんで。では本当の試合のようにぜひ声出していって、バチバチに行こうぜ、バチバチに。よっしゃ、いきます。2対2の同点です。この第2試合も接戦になっています。コンピューターに言ったもん。確かに。そう、パスプレー。やったー、決まった。ルイボスティー1ポイントリード。ちょっと遅いよ。ルイボスティーが1ポイントリード。うわぁ、なんで降りてくれね。いいサーブ、ここスパイク。よし、ナイスタッチ。まずいんじゃない、いけるぞ。こっちだ。おぉ、あぁ、こっちだ。ブロード、ブロード、おっしゃ、ブロックポイント。気持ちいい、ブロック気持ちいいですね、これ。やばい、実際のゲームではどうですか、ブロックの意識っていうのは。ブロック、そうですね、やっぱ一枚でなんか今みたいにガッっていった時に止めたりしたらやっぱ気持ちいいですか。止められた側っていうのは今2回、今止められて2回目が、あ、でも今自分じゃないんで。これはもうね、ゲームのセッターとしてやっぱりいいところにね、いいところに上げ、もっと上げたらなと思います。あの、お二人にもちょっとお聞きしたいんですけど、どうでしたか今の。あの、勝ってくれないと。あ、そうですね、そう、決勝がパナソニックいないってなると。確かにサントリー対決になってしまうと、そう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 、ちょっとこれはまずいと。まずいというところありますね。ちょっとまずいと。プレッシャーやな。柏田選手いかがですか。そうですね、今ものすごくいいブロック2発も出てたので、はい、これもあと1点勝てるんじゃないかと。もう流れは今ルイボスティーっていうところですからね。さあ、では行きましょう。頼むよ。4対2、勝利まであと1ポイント、マッチポイントを迎えましたルイボスティー。ちょっぱい終わり方だけ。そのルイボスティーのサーブ、俺じゃないかい。ここもしっかりサーブを入れていった。いいとこ上げる、確実に決めていけるかどうか。よく上げた。さあ、ルイボスティーどうか。落ちろ、上げた。連続ポイント、ブロックで止めていきました。いやー、ルイボスティ選手連続ブロックポイント飛び出しましたよ。いや、現実のプレーではブロックあんまり得意じゃないですよね。あ、そうですか。得意じゃないのにこんな止めれると。いやー、でもなんかこう試合に向けていいイメージになったんじゃないですか。そうですね、いいイメージ持てました。いやー、敗れました。なにわの俊選手ですけれどもね、これ5対2っていう展開になりまして、はい、だって経験があったわけですよね。このゲームやったことないですけど、はい、まあ、ゲームはやっぱりやるんですよ。あー、ゲーム、このゲームはなかったんです。このゲームはなかったです。あ、なるほど、はい、いろいろブロードとか
やって負けるんで、しゃらけづいてな、はい、柵に溺れました自分のいやでもトスワークどうでしたか。いやブロック止められてるんでトスワーク全然ダメですそうですかそうですよね、そういうことになりますよね、はい、実際のゲームではどうなんですか。どんな意識を一番強く持ってトスワークしていってる感じなんですか。相手のブロックの付け方とかもそうですけど、やっぱまずは自分のチームのことをよく見て、よく見ようっていうのは意識して、誰が一番今当たってるとか、はい、っていうのも意識してあります。なるほど、はい、ということはまさにこのゲームのようにならないように、はい、試合ではしていきたいということです。いうことなんですね。はい、わかりました。それを伝えたかったゲームですそれを伝えようという、はい、勝たないと、はい、勝たないそうじゃない、勝たないと違う第2試合はルイボスティ選手の勝利です。決勝戦のカードはサントリー対決ということになりました。まさかですね、パナソニックのお二人は残念ながら敗退ということになりましたけれどもね、はい、まずは波乗りタッキーいかがですか。そうですね、でもやっぱり勝ちたいですね。やっぱりうな重がかかってるので。ですよね、はい、あれ食べたいです、ルイボスティーいかがですか。はい、まあ、辰木さんがうなぎ見た瞬間にもう、あ、俺もらったって言ってたんで阻止しよう、はい、阻止して目の前でうなぎを食ってやろうかな。いいね、もう3人で食べます。そこは先輩後輩関係ないですよね。関係ないですね、はい、もうそこはもう取りに行くと。はい、取りに行きます、ブロックの調子いいんで僕。あ、うわですね、柏田選手のお株を奪うようなそんなブロックポイント見られるかどうかということになってまいります。それでは決勝戦です。試合開始。さあ試合が始まります。決勝戦が今始まりました。5ポイント選手、まずは波乗りタッキーのサーブ。熱い、どうかスパイク、よく当てた。うまっ、おっ、決まった。ここではブロックされました。うわ、いくよ。素晴らしいブロックポイント、決勝戦でも決めてきました。ルイボスティーのサーブです。いきます。はい、さあこれを点に結びつけることができるか。ここはスパイク。いや、いいっすね、強烈なスパイクが決まっていきました。いや、いいっすね。1対1の同点。サントリー対決、どちらが制するのか。よし、6、はい、リバウンド、よリボスティブロック、よいよいよいよ、よく上げた。よいよい、拾った拾った、頑張れ。スパイク、ブロック、拾っている、いけ、しっかりブロック、リバウンド、よく上げています。遅いか。おお、さあこれはチャンスボールか。どうか、決められるか、ルイボスティー。めっちゃいいラリー。いいレシーブ。ブロック、ブロック、拾った。めっちゃレベル高い。素晴らしいラリー。スパイク決まった。いやー、ギリギリのゴール。この人は2点目っすよ。ここいっぱいに決まっていきました。2対1、ここで波乗りタッキーが1ポイントリード。うな重がかかっています。さあブロック、ケイロンすごい、ブロックエグいな、ブロックすごい。どうかスパイク、はい、さあリバウンド、ブロックエグいマジで、リボスティー、よし、うわー、エグいな。ストップストップ、完璧。キュー、いや今ブロックポイント、はい、波乗りタッキー決まりましたけれども、いやー、やっぱブロックって本当に気持ちいいですねそうですね、ゲームでもやっぱ現実ぶりにこうシャウトしてますから。あ、でもやっぱり本当の試合でも、はい、やっぱあれだけのブロックが決まったら、はい、やっぱり気分は良くなるわけですよね。言いますね、めちゃくちゃこう叫びますね。あ、そうですか、はい、今思わず体も思いっきりこう揺れているという感じですけれども、はい、2点ビハインドですけれども、ルイボスティここからどうですか。いや、ここから巻き返したいですね、まだまだチャンスありますからね。そうですね、でもスパイク打っててなんかもうブロックが硬すぎて、ね、どこ打ったらいいかわからんこの後駆け引きが見られるかもしれませんけれども、ね、お二人はどうですかここまで。いや、本当タツキのブロックは、はい、あのゲームのまんまです。えもうあのブロックやってます現実あ、そうですか、もう位置取りとかもめっちゃ良くて、え勉強になります本当は。あ、ブロックをここで見せてくれている最後まで見てね、最後まで見て。さあそれでは3対1、波乗りタッキーが2ポイントリード。
なんとかここで取り返したいルイボスティー。あ、ナイスタッチ。うわ、ナイスタッチだな。あ、遅い。いいトスが上がる。さあ、これ味方が決めてくれるか。OK。 うわ、うまい。ここでスパイク。あ、ブロック。よく拾った。あ、遅い。ルイボスティーがよく上げた。ルイボスティーのスパイク。わー、スーパーレシーブ、スーパーレシーブ。ダイビング。やばいやばい。ここも肘や。長いラリーになっています。素晴らしいラリー。誰が決めるのか。マジ。よく上げた。ルイボスティー。いけるいける。なれなれなれ。伸びるとき、すごいレシーブを見せている。早い早い。長いラリー。出てくれ。最後はヨーロガッと決まった。4対1。いやーデスが今途中。いやーエグいブロック。長いラリー。いやー波乗りタッキーの素晴らしいレシーブがありました。いやなんか体が当たってましたね。滑り上がってた。これデスじゃなかったわけじゃない。実際のゲームではレシーブはどうですか。いやこんなにうまくないっす。全然ダメですね。でもなんか、はい、ゲームだとなんかどこに打ってくるとかのなんか位置取りが分かりやすいです。そうでしょ。これで世界、これで世界取る。いやあれだけのレシーブを見せられると。どこ打ったらいいか分かんないですね。さあここからルイボスティー巻き返しなるかというところ。マッチポイントを迎えました。波乗りタッキー。うな重まであと1ポイント。いけ。ブロックだ。ルイボスティーのスパイク。いやあっと拾った。拾った。さあどうか。スパイク。やった。4対2。うわやば。ルイボスティーのスパイクが決まりました。やば、こんな嬉しい。やばいなこれ。しかしながら依然として波乗りタッキーマッチポイント4対2、2ポイントリード。勝利まであと1ポイント。ダメ。タッチ。マッチ。決まりました。5対2試合終了。優勝は波乗りタッキー。うわー悔しい。見事サントリー対決を制しました。柏田選手いかがでしたか。そうですね、やっぱ勝因はやっぱブロックかなと。やっぱあのタイミングが合わない部分がスパイクだったんですけど、はい、そこをしっかりこうブロックで仕留められたので、まあ良かったかなと。どうですか、はい、実際のゲームに向けてもいいイメージっていうのはできましたか。できましたね。ラインかクロスか打ってくるところをこう動いて駆け引きが最後まで、はい、そのあたり決めるっていうのはブロックですごい気持ちいいですね。あ、そんなに悔しくなるとは思わなかったですけど、あ、このゲームでこの駆け引きがめちゃめちゃできるのがめっちゃすごいなと思いました。でも初めてのこの任天堂スイッチのバレーボールでしたけれどもね、はい、結構ハマりそうな感じあるんじゃないですか。ちょっとこれ楽しいですね。実力を上げて、はい、再戦というのも楽しみにしたいと思います。ウィーリグ。さあそれでは優勝しました柏田選手には極上の一本うなぎ弁当を食べていただきましょう、はい、皆さんいかがですか。匂いがすごいですね。匂いが開けた時の匂いが。すいません、いただきます。うなぎの香り。真ん中行く。真ん中行っちゃう。美味しそうな部分を、染みてる。ここやばいですね。いきます。うん、いかがですか。身が柔らかいのはそうなんですけど、はい、食べたこう口に入れた瞬間にこううなぎの香りがこうブワッて広がってきて、でその後にこのかば焼きのタレっていうんですかね、はい、がこう最後にこう後味にこうしっかりくる感じがもう。そうですか。いいうなぎ食べてるな。うわいいな。一口もらえないですかね。すいません、じゃあ。食べたな。腹立つ。勝者の気分ですね。もう最高ですよね。はい、はい、皆さん本当に悔しそうな表情を浮かべてらっしゃいますけれども、今日戦いました任天堂スイッチスポーツ、こちらは簡単に楽しめるゲームとなっておりますので、皆さんもぜひ遊んでみてください。さあそれでは最後はみんなで V リグポーズで、皆さん V リグポーズ見たことはありますでしょうか。あ、でもいいですか。2人分かってないと思うんで、僕ら先にお手本だけ、はい、お手本見せましょう。こういうのよ、はい、はい、パナソニックの2人 V リグポーズお願いします。ウルトラソン。ヘイ、いやそれ違いますよ。違う。じゃあ自分やっていいですか。次自分やっていいですか。自分が代わり、はい、ではお願いします、はいはい、では V リグポーズ
お願いします。愛し抜けるポイントが一つありゃいいの V リーグ。いやそれビーズ非常にこう絡みづらいんですけど、では最後は皆さんで V リーグポーズで締めましょう、はい、いきますよ、せーの、 V リーグどうぞ。目のやり場に困りますね。スパイクを打つときで、お。めっちゃいいな。おしゃれにこう着こなしてんなみたいな。チャンネル登録と SNS のフォローもよろしく。せーの、Vリーグ。